おはようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンミューです。今回は黒文字について改めて魅力をお伝えしたいなと思います。で、結構ですね、盛りだくさんの内容になってしまうので、えっ、ー、と、全3回ぐらいに分けてね、お話ししていければなと思っておりますので、ぜひ連続してね、お聞きいただければいいなと思います。はい。では、黒文字の第1回目なんですけれども、 えと基本情報のおさらいですね。クロモジってどういう植物なのっていうところをお伝えしていこうと思います。まず、クロモジはですね、どんな植物なんですかって聞かれることが多いんですけれども、クスノキ科の植物です。でクスノキ科の植物なんですけれども、結構ね、細身です。 あのクスノキって聞いてドドーンとね大きくなる木かなというふうにイメージされたかもしれないんですけど結構細いですねで枝がですね黒く文字を書いたようになることから黒文字と呼ばれるようになったとも言われていますで学名はリンデラウンベラータですねでただこのクスノキ科のねこの黒文字なんですけれども 日本ではだいたい4種類あるっていうふうに言われていますかね。えー、とそれぞれ学名も異なります。ですので、えー、と黒文字ジ精油というふうに販売されている精油の中には、まあ、黒文字じゃない場合も中にはあるかもしれません。見分けがつかないまま採取されて蒸留されているものも中にはあるようです。 しっかりとですね、特定されたあの品種、まあ、学名が書かれているかどうかというのをですね、確認して購入するようにしてください。まあ、黒文字の種類としては、まあ、黒文字と大葉黒文字、姫黒文字、毛黒文字ですかね。まあ、それぞれやっぱり香りが違いますのでね、目的によって選ぶようにしましょう。以前、そうですね、えー、と愛媛県の石槌んの えー、黒文字生油っていうふうに書かれているものを見たときは、えー、と、原料はちゃんとク黒文字っていうふうに書いてありましたね。で通常の黒文字、まあ、いわゆる、ゆいかさんの黒文字ですとか、そういった黒文字と比べるとかなりね、スーッとした、ね、香りがしました。もちろん部位によっても、あの、枝と葉っぱですね。まあ、黒文字は基本、 伐採してしまうとですね、なかなか生えませんので、枝葉をですね、取らせてもらうというような、まあ、自然の恵みをいただくような形で上流するんですけれども、これね、栽培してないんですよね。自生しているわけです。黒文字が生えているところに行って、人がですね、分けてもらうっていうようなイメージで採取されているというふうに考えてください。で、この黒文字の枝葉の部分なんですけれども、枝と葉っぱでもやっぱりですね、それぞれ方向成分が 違うものが含まれてますので葉っぱのみ枝のみっていうふうにね蒸留しているメーカーさんのものはですね非常に面白いですね全然違う全然違うであと使用部がまあスタンダードなんですけれどもその使用部の中でもやっぱり葉っぱが多いもの枝が多いものこの分量によってね香りもだいぶか変わってきますさてこの黒文字なんですけれども 元々はですね、えっ、ー、と、雪国の方の漢字木。あの、靴につけるやつですね。スノーシューみたいなやつです。わかりますかねあの、漢字木とか、あとお正月の時にね、飾る、あの、紅白の持ち花ってありますよね。持ち花の、あの、餅を刺す細い枝、ありますね。あれに使われたりとかしてたそうなんですね。 ま考えてみたら、その枝がまあ細いけど強いでよくしなる。で、えっ、ー、と、まあ、油分も含んでいるから、まあこういう水分を含むね、雪のところで使うのに最適だったっていうのとか、あとは持ち花に使ってると、あれって最終的に炙ったりしますよね。 もしかしてすごいいい香りがしてたんじゃないかなとかちょっとね想像したりもします。実際に自分で、ね、それを作ったことはないんですけれども、あのそういう経験がある方はぜひですね、教えてくださいね。はい。で、現代だとですね、有名なところで、陽明酒さんが、陽明酒の中に、うしょうという漢方が含まれていると。うしょうっていうのは黒文字のことなんですね。漢字で書くと、カラスのくすのきと書いてウショウ、うし と読みますだからねやっぱ黒いくすのきなわけですよねでこの「雨肖」にですねさまざまな効果効能があることを発見しましてで東京の方だったかな,なんか黒文字研究会みたいなねいろんな企業とか研究者の方々が集まって黒文字について研究をするという会がですねなんとあの開かれているそうなんですけれども。 で、この陽明酒造さんはですね、えっ、ー、と、黒文字のエキスに、インフルエンザウイルス、まあ、インフルエンザにかかりにくくなる効果っていうのを発見して、黒文字エキス入りのドアメっていうのをね、販売したんですよね。そしたら結構ですね、飛ぶように売れまして、でそれで、まあ、一般的にコンビニとかでもね、売ってたので、一般の人たちが黒文字って何みたいな感じでね、広がっていきました。私たち、その、アロマセラピーに携わる ものにとっても、黒文字っていうのはどういうものに使えるのか、どういうことに対して作用するのかっていうのは、いろいろ考えるわけですけれども、そのインフルエンザウイルスにかかりにくくするっていう作用は、あくまでまあ声優じゃなくて黒文字エキスで認められたんですけれども、こういったね、研究をもっと声優の方であの行っていただきたいなっていうのは、あの、強くね、思っています。 で、結構この黒文字のこの原料なんですけれども黒文字の使用部ですねこの使用部はそのまま乾燥させてですね葉っぱや枝がですねお茶になっていますこの黒文字茶なんですけれども結構各地でですね昔からまあ健康茶の一つ野草茶みたいな感じでねあの昔から健康茶として愛飲されているようなんですよ で、あのー、商品としても、えー、岡山県の一般社団法人、あしたさんかですね、黒文字枝茶として出せたり、あとはですね、大船渡の方で黒文字屋さんが、まあ、葉っぱとか枝とかお茶として出せたり、まあ、いろんな地域でね、今ね、黒文字茶っていうのがですね、増えています。それはね、美味しいからです <laughs>。黒文字茶はですね、あのー、煮出して飲むのが普通なんですけれども、 私が扱っているアシタカさんの黒文字枝茶は枝をですね、まあそのまんまお湯に入れてずっと煮出していくんですよ。でもね、煮出していくとだんだんこの透明だったお湯がちょっとこう薄ピンク色っぽいね、感じになってきてで、方向成分もね、やっぱりね、その中で抽出されてきますので、すごくね、まろやかな、もうあの優しい、いい香りがしてくるんですね。 飲むと、またね、味もね、本当にノンカフェインで、こんなになんかこう、まろやかで、かつ、かつ、なんかちょっとね、スッとするんですよ。ここが面白いですね。クロモジに含まれている成分が、そういうふうな、こう、なんかな、感覚にさせてるんですけれども、クロモジエダ茶はですね、本当、夏は煮出した後にアイスで、まあ、氷入れたりとか、冷やして飲んでいただいてで、冬はですね、ホットで飲んでいただくと。 これ眠る前の水分補給としてもめっちゃいいですし、あとはやっぱりその持っている成分、まあ、エキスのね、一部も煮出したことによって取られているわけですし、まああの、割とそのご自身の体調を気遣う方々っていうのはですね、あの、日常的に飲んでいただいてもいいんじゃないかなというふうに思うお茶。で、お子様も結構好きです。あの、飲みやすい。どちらかというと、緑茶とか、 よりも麦茶に近くて、で、その麦茶をもっとなんかこう、なんていうんですか、まろやかで香り豊かにした、香ばしさをなくしたっていうような感じのね、お味なんですよね。ぜひ試してみてください。まあね、あの、よくお茶席で和菓子を出された時に、用事がついていますよね。和菓子を切り分けるための。あの用事が黒文字なんですよね。だから、あの用事のことを 和菓子業界では黒文字と呼びます。じゃあなんでそんな爪楊枝に黒文字が使われているのかというとやっぱりコーティング作用が高い植物なんですね。ですから平安時代とかね歯ブラシとして使われてきました。まあ、そんな黒文字なんですけれども次回はですねもっと深く黒文字の精油の効果 あと、方向成分についてですね、もっと深掘りしてお話ししようと思います。はい、こういったね、エピソードがお役に立てば幸いです。でフィードバックとかね、コメントはどしどし送ってください。こちらの、あの、スタンド FM の音声は、あの、自動的に YouTube Podcast の方にもね、アップロードされますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録もお願いします。以上、和製油と国産のチャラルコスメの専門店、和製油の暮らしのコンビュでした。